ちょっと土地広げた分配置を変えたいな。お邪魔。いや結構広くなったんじゃない多分。どうやって向き変えたらいいだろう。今これ家に焦点があった時無理か。でもあそこ広がったのはでかいよな。馬小屋をとりあえず移動しましょうか。こっちにやってで、どうしようかな。鳥小屋ここに置くか。いやー絶妙にどれも邪魔になるな。どれも邪魔になるな本当に。家のアップグレードしようと思ったらどれぐらいのサイズいるんだろう。鋼材18、青銅18。アップグレードしたいな家。鋼材の板が18と青銅の延べ棒が18な。いやでもだいぶ広くなったんじゃないこれで。いや広くなったよ、かなり広くなった。鋼材の板が18と青銅の延べ棒が18だよね。うわ1個しかねえや。鋼材の板はどれぐらいあるかな。18あるわ。じゃあ青銅の延べ棒をいっぱい作ればいいんだ。私の農場で何をしてるんだい？これがテストだと言われたでしょ？テスト？どうして私があんたをテストするんだい？おばあちゃん忘れちゃったの？ブンカラが私の農場の仕事を手伝うことができれば私たちの関係を認めるって言ったじゃない。ああそうだと思い出したよ。手伝い始めてどのくらい経つかね。それは3シーズンよ。本当に素晴らしい。おやまあそんな長くさせて。エミリー平気で嘘ついたんだけど。エミリーと付き合いました。うわ999回するつもりでおったわ。びっくりした。なんとかもう一回ガールフレンドができました。あ手紙だわ。ツリーファームに登録更新に来れないなんて忙しそうだな。もうすぐ管理料の期限切れになるぞ。期限が切れたら資材の配送はストップするからな。おーねメイ。あまた写真。マーリン、ペトラ、復元マシーン研究所。マーリンにカメラの前でポーズを取ってもらえるかどうかが鍵ね。いやーもうめんどくさいやつ来たやん。なんで俺新聞社の仕事せんといけんのんよ。忙しいのに。もうやめてよ。はいはいよ。はいおいおげ。できたよ。All finished? Let's see. よっしゃー。なんかお仕事もらおうかしら。あたしどげろい銀ズ。スカーフ作ったことあるっけ。顔料は無理よ、大変なのよ。毛皮22、毛皮ちょっと無理よ。5サングラス。
こういうのって受けてさ、別紙図面ってことはくれるんかな。ああもらえるんだ。もう新しい図面もらえた。バス停を作れと。ほう、それ電気かまどを使うんだったらマジ無理よ。電気かまど使うってなったらマジ無理よ。やるけど、いけそうなら。ああ大丈夫。鋼鉄柄と防水ランプ。あ、いや電気かまど使うやん。もう無理なんだって電気かまどは。いけるやん、いけるやん。家でけえ。置けねえよ。どうやって置くんだよこんなの。ちょっとかぶるか。入り口にかぶってるこれ、ひよこの。まあいっか。おい、あ待って、作業台の位置変えなきゃ。いや作業台どこに置いたらいいんだ。ここにしようか。いや中途半端だな。いや作業台どこに置こう。結構でかいんだよなこれ、邪魔になるんだよな。ここにしようか。よし、家めっちゃでかくなったよ。家めっちゃでかくなった。見てくれ、これが俺の家だ。作業音だ、作業音。やばない？いやおちゃらけてんな。いや家でかくなっちゃった。なんか配置変わってないわ、そのままでかくなっただけだ。うん、やっぱこっちか。いいんじゃない。新居での朝でっかーい。あ手紙来てる。研究所、よし電気かまどお願い。よっしゃよっしゃー。